上陸しました、あちらに見えてる島がフェリーがある前島という島です。でここはですね、なんかこう今我々がいるところが浮桟橋で、上陸、はい、漁船、まあ、来た漁船からなんかこの、なんだろうね、廃屋っていうか、なんかあの漁具入れておくところみたいなところはあるんですが、基本無人島です。キャンプ場があって、ここでキャンプすることがどうもできるようです。ただし、まあ、届け出がいるらしいですね。でここはあの、向こうの島ともう一つあの島に隠れて小さな島があるんですが、あの干潮になるとこの3つの島が陸地でつながるというのがあの名所になってます。さて、黒島、瀬戸内海に浮かぶ無人島黒島紹介します。あそこに今カヌーイングをねやってらっしゃるかと言いますが、向かいが牛窓の港です。あそこにホテルリマーニっていう割と高級ホテルがあります。でこの辺り野外活動でカヌーイングシーカヤックなどしてらっしゃる方がいます。さあそれでは島の中をご紹介します。あ、水きれいだわ。まあ、夏になるともうちょっと濁るんじゃないかと思いますが、今5月の末ぐらいですけども、かなり水はきれいです。でも船粉になってきてる。耕してる感じはないんですけども、でもまあ人の手が入った、畑の向こうにもう誰も住んでないはずですけど、立派な大きな家だけどな、もったいないけど誰も住まないんだろうね。でもここなんかちゃんと耕してあるよね、うん、生活。誰もしばらく歩いてないようですねこの辺あの多分 GoPro 映ってないと思いますが、結構雲の巣張ってます。すごい場違いな立派な旗竿が3本、はい、なんかうちの船の旗作ってここ上げていこうか勝手に旗上げて怒られてね。で集団で学校がキャンプするような時は水が使えそうな感じです、まあ、無人島なんですけども、おそらく周囲がどのぐらいかな、1キロあるかぐらいですか、もうちょっとあるかな、ぐるっと外周回って1キロ前後だと思います。タケノコ出てます。おお、もうちょっと前ならいいタケノコ取れたのに。クマとか出てけへんよね。島ですからね。かなりは上りです。毒蛇とかいないんでしょうか。毒蛇ぐらいはおっても不思議はないわな。
お、左が神社で右が行き止まりです。神社、クマさんとトトロさんです。右は行き止まりなのでやめましょう。時間もないことですから。神社行っちゃうよ。何をしてるかというと、クモの巣を払ってます。お、開けてきた、開けてきた。瀬戸内海の島々が見えます。多分あの一番向こうの平らに、上が平らな島が、あの適当に言ってますけど、多分あの八島だと思います。その向こう側が四国ですね。うわ、うっそうとした竹林だね。これなんか京都で旅行してるみたいなね。確かに京都っぽいよね。すげえな、この竹林。すごい、これは見事ですね。見事な竹林です。春先ならきっとタケノコ盗みに来る人がたくさん出てもおかしくなさそうな。おお、竹の子いっぱい。おお、帰って港まで行って、ボートが誰かに盗まれていたら僕たちどうすればいいの？泳いで帰る。いや、携帯誰も持ってきてないやろ。これシャレならんで、これ。大丈夫です、あの距離は遠泳できる距離です。いや無理やて、のろしを焚いて助けを呼ぶ。大声で怒鳴る。はい、向こうに見えてる大きな島が小豆島です。なんかでも島さん、これ水道来てるんですかね。これね、ここ黒いの、黒い管が。そうやろ。あ、でもここ切れてるわ。え、あ、あ、本当だ。竹内神社です。でもこれ、この鳥居すごく綺麗に水道、立派だね。だからちゃんとメンテナンスしてはるんだね。手入れされてる。で、もうちょっと今日行きませんけど、裏手にもなんかやっぱ人の手が加わった感じがします。ただ向こうに見えてる、あの陣から見えてるのは、あれ前島ですから、あれ隣の島です。だからそこ、すぐそこぐらいがもうこの島の東の端かな。じゃあ神社に先発だから参拝を。
皆様のご健康をお祈りしておきました。アスファルトですね、足元。ここ多分さっきの桟橋、ちょうどあの一筆書きで一回り、はいはい、見えてるのが牛窓です。牛窓方向、岡山県です。ここがさっきの神社で、この黒島という島の、一番高いところですね、神社があります。そしてこれが、まあ、あの岡山県側から見ると裏手になりますけれども、目の前に見えてる大きな島が小豆島、はい、いうことで、ここを帰ると多分桟橋に戻るんじゃないかな。神社の横手に、こう鳥居に向かって右側に、小道があったんですが、おそらくそれがここへ続いてくるんだと思いますね。だからここ行っても神社方向に行けるはずです。ちょっと浮桟橋あたりの水深をこれでちょっと測りたいと思います。2メーターちょっとありますね、はい、あの切ったわけではありません、朽ちて落ちてるやつを拾っただけです。あ、こっちもなんかもうついてなら行ってみましょう。しもさん早っ。花が綺麗です。あ、行き止まりか。これは残念、道なくなってます。無理無理、これナタかなんかないと無理だわ。ナタがあるとね、やぶこきしながら向こうまで行けそうです。島の端まで行けそうです。折れちゃいました、うん、これなんだろうね。ねえ、これ不可解だよね。暴風、何のためにこれがあるんだ。意味が分かりません、うん、だって無人島だもの。比較的新しい感じですね。ネットも朽ちてないし、新しいの比較的読み難しいね。ここでも 2,3 年から 4,5 年の間にできたら、これ水道ですよね。水道管やね、これ。家の裏手ですね。さっきの家の裏手です。だからここに人が住んでた時には、上水道を、今これ香川県側の方から引っ張ってるね。小豆島側から引っ張ってたよね。ああ、まあ迂回してんのかな。まあいずれにせよ、本四国かあるいは小豆島か、岡山から真水をこのパイプで送り届けることによって、ここには普通の生活がかつてあったようです。
はい、ここの家も使えてるしね、ここ裏納屋みたいですけど、うん、いいかもね、ここ暮らすの、うん、どう？あのね、牛窓まで近いですし、まあ牛窓まで近くても牛窓行ったからネオンがキラキラしてるわけでもないお、いろいろブラウン管テレビだとかもうあの多分住んでた人が不法投棄なんでしょうね。わざわざこんなとこまで運んできて不法投棄するやつはおらんやろ。かつて、おそらく昭和の時代にはここの辺りに、あの捨てられた農機具とかがもう来てますけど。あら？はい、まあ、ここで。ああ、そういうこと。このでもブルーシートもなんか新しいですよね。いや、ブルーシートって意外と持つんですか。まあでも、ここもなんか畑手入れされてますもんね。あ、定期的に元住民の方がいらっしゃってるのか。あ、電気も新聞さん通ってるっぽいですよ、これ。電気ってね、意外とどこでも通ってるの。あ、ここは間違いなく通ってるよね。電話も通ってんな、これ。だから無人島になったのは割と新しいのかもね。うん、もったいないよこれ。ん、なんかの豆でしょ。インゲン。やっぱり料理して食べたいね。うん、これが最後の映像になるかもしれない。あの、シシャナとかシソとかなんかあのネギとかほら、うん、でももう何年も掘ったまんまなんだろうな。もったいないね。うん、しかし日本は豊かだよね。うん、サーフボードまであるよ。よかった、ありました、我がモーターボート。ほう、はい、もう一遍おさらいです。はい、ここを上がっていくと左側に古民家があります。で、右をずっと上がっていって、今あのうっそうと木が茂ってるあたりですね。あそこがあのこの島で一番高いところで、竹内神社って神社があります。そしからそれからこっちに上がっていこうとしたんですが、ここはもうちょっと、草がぼうぼうで、ナタがないと歩けない状態ですが、まあでももうその頭あの丘上がってその向こう側がもう海峡ですから、向こうに見えてるのはもう前島という別の島なんでね、ここものすごく細い海峡になってまして、だからもうこの島もそこで終わりです。で、今ご紹介したのがほぼ全体ですね。海岸、ここが一番大きなあの砂浜で、おそらくあそこの芝生のところで、テントを張ってキャンプをして、あそこの旗竿でみんなで旗立てて遊んだりなんかすると。はい、最後にそれでは黒島の桟橋の水深を調べて、はい、この島の紹介終わりです。この私 1m70 ですので、まあおそらくこの、はい、竹竿みたいなやつで 2m ぐらいだと思います。桟橋の中央の水深です。お、あ、全然つかない、全然つかない。水深2メートルは優にある。はい、水深、この棒が全く抵抗なく下まで行きましたんで、水深2メートルぐらいありますから、だからまあ喫水の浅い、まあこんなことを言うとここの島管理してる人に怒られちゃいますけど、ぶっちゃけ多分喫水の浅い船ならこの桟橋にはつけられそうですね。ただしこの桟橋は公が管理しているキャンプ場の桟橋、黒島活性化協会という瀬戸内市観光協会の管理になってます。ここに書いてあるようにこの桟橋はキャンプ場のためのものなので、キャンプ場を使わない人は乗降だけで、でも乗降がダメとは書いてないんですね。だから、ずっと船止めとくと、それはダメですけども、一瞬人が乗り降りする分には使っていいよというのが決まりのようです。ということで、あ、青さがつきました。こういうのね、味噌汁にすると結構うまいんだよね。
もういっぱいワカメとか下ついてますから。はい、瀬戸内海の無人島黒島の紹介でした。